皆さんこんにちは。今日は白とピンクのスプレー菊を描いてみました。今日のやり方は水彩画家の方から見たら邪道とも思えるようなこのホワイトをたくさん使って花びらを修正しながら描いていくやり方です。画面の後半でこの面相筆という日本画専用の筆に透明水彩のホワイトをたっぷりつけて花びらを一枚一枚掘り起こすように描いていく作業に注目してください。この作業をするとお花が見違えるように生き生きとしてくるんですよ。ではどうぞ。あらかじめ花を除いて花の周りを水で濡らしておきます。渋めのグレー系で花の周りを囲うように塗っていきます。メインの花たちの花と花の間を暗い色で塗りつぶしていく感じです。少しバッグが乾いてしまったのでもう一度花の周りを水で濡らします。濡らしたところにブルーグレー系の絵の具を置いていきます。大きめのハケで塗っていきます。今回描くのはピンクと白のスプレー菊なのでバッグの色にも少しピンク系の色を入れます。少し緑がかったグレーで、一枚一枚花びらの周りを囲うように丁寧に塗っていきます。花びら一枚一枚の周りを先の菊筆できれいに塗ることによって花の形が浮き上がってきます。花の周りを塗っている色は場所によって色味を変えて単調にならないようにします。左上の方が地味めなピンク系の色で、中央がグリーン系、右の方がブルーグレー系のように色の変化をつけます。中央のメインの花の花びらの隙間のところにかなりダークな色を置くことによって主役の花を目立たせます。この辺りでお花の中心部の黄緑色の色も塗っていきます。花の中心部を塗ることによって早くも菊の花らしさが出てきます。
花の中心部の色はそれぞれみんな色を変えます。花の中心のあたりを暗くして影を入れて立体感を作ります。左の方の花のピンク色を塗っていきます。一番右側のピンクのお花はバッグよりも暗めのスモーキーピンクにします。花びらの重なっている感じを出すために奥の花びらを暗めに、手前の花びらを明るめに描きます。ピンクのスプレー菊はとっても上品な色なので、オペラピンクをそのまま使わずに少し他の色と混ぜてスモーキーな色にしてから塗ります。中心のメインの白い菊もどんどんグレー系の影を入れて立体感をつけていきます。花びらの光が当たっているところは白く画用紙を残すようにして、暗くなっているところにグレーの色を塗っていきます。今塗っているお花はかなり奥に引っ込んでいる場所にあるので、全体的に影を多く入れて暗めにして前後関係を出します。白いお花がいくつかありますが、影の色は同じにせずに暖色だったり寒色だったりとグレーの色を使い分けます。花びらが重なり合っている奥まったところは先の菊筆で少し濃いめの影を入れることによって八重の感じを出します。Thank you.
まっているのでグリーン系にしようと思っています。鼻の周りをバランスを見ながら濃く色を入れていく場所を選んで腕を乗せていきます。中央から下のあたりにかけて葉っぱが密集しているので、そのあたりに、暗めのグリーンを置いて、葉っぱの感じを出していきます。つぼみが少しほころびかけた半つぼみのような花も瞑想筆を使って細かくきちんと描写します。今使っている焦げ茶の瞑想筆はローリ瞑想といって、狼とタヌキの毛を使っているそうで、先が利くので細かいところを描くのに適しています。全体のバランスを見ながら葉っぱも、渋めのグリーンで描き加えていきます。端っこの方にある花はあんまりきちんと細かく丁寧にメリハリをつけて描くと、脇役が目立ってうるさくなってしまうので、あんまり主張しないようにふんわりと描きます。個人的にピンク色のお花が大好きなので、細かく綺麗に描きたいところですが、あくまでもこの絵の中では脇役なので、少し手を抜き気味というか、あまり主張しないように描きます。この段階でプラスチック消しゴムで全体的に鉛筆のデッサンをきれいに消してしまいます。
鉛筆の下書きを消すタイミングも大事で、あんまり絵の具が乗ってしまってからでは、消しゴムで消しても消えなくなってしまうので、頃合いを見計らって消すのが大事です。スプレー菊などの菊の花は花びらの形が一枚一枚水に浮かぶボートのような形をしているので、そういう花びらの一枚一枚の形態もきちんと描くことが大切です。この動画の前半、ここまでは普通の水彩画家の方と変わらないと思うのですが、こっから先は私は日本画を描いておりましたので、かなり、ロウリメンソウという日本画の細い筆を使って細かく、描写していくことが多くなってきます。こっから先は、いわゆる水彩画家の方から見ると、そこまで細かく描くのって思われるかもしれませんけど、それは私の独自の個性ということでお受け取りください。今使っている筆は日本画の作用筆という筆で、先が利くので細かい花びらの凹凸を作用筆で、描写していきます。ここで、今回のこの動画のテーマでもあります透明水彩の白い絵の具を使って、掘り起こして描く技法になります。先の菊筆に、透明水彩のホワイト、チャイニーズホワイトを使って、花びらの輪郭を、掘り起こすようにきちんと一枚一枚描いていきます。ここでポイントなんですけど、ガッシュ、不透明水彩のガッシュという絵の具ではなくて、あくまでも透明水彩のホワイトを使うのがポイントです。今描いているピンクの花は、かなり上の方の花の影が落ちているので、紫系の色で影をつけて少しトーンを落とします。で、奥まって、主張しないようにすることで、前後関係が生まれます。この花も周りを暗いグリーンで、枠取るようにすることで花の形を打ち立たせます。
ここでまた瞑想筆を使って透明水彩のホワイトを、花びらに塗っていきます。一般的に水彩画は白い絵の具は使わないのが基本なんですけど、これはちょっと私流なので、白い絵の具で修正するように花びらを一枚一枚描くことで、質感とか、逆に味わいみたいなのが出て、仕上がりがすごく綺麗になるので、これ私の一つの方法だと思っています。この辺りのピンクのお花はかなり脇役になるので、あんまりきちんと描かずに、目立たないようにしつつも、丁寧に描きます。私はお花に関しては特に、このスプレー菊の生き生きとした感じとか、花びらの質感とか、フレッシュ感とか、菊の香りなど、やっぱり実物を見ないと、描いても人にも伝わらないので、なるべく写真は使わずに、実物を見ながら描くようにしています。このお花もきちんと細かくガンガン描きたいところですが、全体のバランスを見てあんまり手数を入れないように、適度なところで手を止めます。白いメインのお花は特に、ローリメンソーで、一枚一枚の花びらに、透明水彩のホワイトをしっかり塗り込んで丁寧に描くことによって仕上がりがとっても綺麗になります。
奥まったところにある影になっている白いお花は、あまりホワイトを使わないのかといえばそうではなくて、影になっている暗い花でも一枚一枚、瞑想筆で白い絵の具で綺麗に輪郭を取って、後から、ぼかしたり上からグレーをかけて暗くしたりすることによって、その手間があるのとないのとでは全然仕上がりが違うので、やった方がいいです。こういう掘り起こし、ホワイトでの掘り起こし作業はなぜガッシュじゃなくて透明水彩がいいかというと、ガッシュだと、目立ちすぎてしまうので、透明水彩だと、すぐに目立たなくなってしまうので、ちょうど綺麗に収まるので、それで透明水彩の方が綺麗に仕上がるのでおすすめです。全体的なバランスを見ながら少し、強い色を、ピリッと効かせるために、濃い色を入れたりして、整えます。でそろそろ、仕上がりです。この辺で完成とします。いかがでしたか？水彩画家の方は一般的に白い絵の具は使わないのですが、私はよく使います。出来上がりが良ければそれも OK かなって思ってます。今日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。